伊藤渡君。伊藤君、公明党の伊藤渡です。毎回申し上げていることですけれども、この緊急事態におきまして、現場で支えてくださっている医療関係者の皆様はもとより、都市機能を麻痺させないために日々運行を続けていただいている公共交通各関係者の皆様にも心から敬意を表して質問に入っていきたいと思います。またこの緊急事態を受けまして、国交省も積極的にテレワークを導入するなど、私が思うのは、ぜひこの危機的状況を乗り越えたときにはですね、世の中の景色が少し変化をしている、いい方向に変化をしている、その一つが一極集中の是正の糸口みたいなことを見つけていく可能性があるのではないかと、そんな期待も持ちながら日々業務に取り組んでおるわけですけれども、そのためにも地方の公共交通の維持のためのこの法案極めて重要ですので、今日は各論中心に確認の意味で質問させていただきたいと思います。まずはじめに自動運転技術の進捗についてであります。今の質問にもございます、中村委員の質問にもございましたけれども、特に地方に行きますと、ラストワンマイルどう支えるのか、極めて重要な課題であります。現在、福井県永平寺町、沖縄県北谷町でそれぞれ実証実験を実施をしていると承知をしておりますし、また、中継自動運転バスの実証実験も準備中というふうに承知をしております。それぞれの取り組みについて、現状と課題、実用化のめどについてお伺いをしたいと思います。一見自動車局長。お答え申し上げます。国交省では2020年までの限定地域での無人自動運転移動サービスの実現という政府目標の達成に向けまして、2017年度より経済産業省と連携をしまして、いわゆるレベル4の自動運転でございますが、ラストマイル自動運転の実証実験を5カ所で実施をしております。ご指摘の永平寺町、これは京福電鉄の線路跡を利用した自動運転でございます。これまで1人の遠隔監視操作者が2台の車両を担当するということで実験を行っておりましたが、さらなるコスト低減に向けまして、1人が3台の車を担当するシステムの開発が今後の課題となってございます。また、沖縄の北谷町では、路上駐車車両を回避するために、ドライバーがどうしても手で操作をしなきゃいけないというような問題が発生しております。そういう意味ではさらなる技術開発が課題でございます。さらに輸送店員を増やしまして事業採算性を確保する観点から、昨年度従来よりも大型の国産の自動運転中型バスを開発をしております。本年度はこのバスを利用しまして、兵庫県の三田市なども加えまして5カ所で実証実験を行うこととしております。課題はありますが、あと一歩までは来ておりますので、今後とも政府目標の達成に向けまして、さらなる技術開発や実証実験に取り組んでまいる所存です。伊藤君。この今日は地方公共交通活性化法案の審議ですけれども、今国会に提案出場されている道路法の方では、自動運転に近いですね、道路に何らかのこのマーキングといいますか、電子的なマーキングを施すことによって、自動運転よりはより簡易に自動運転に近いようなといいますか、そういう交通手段も設けられるように、道路法の改正も視野に入れられていると承知をしておりますので、引き続きラストワンマイルを支える手段としての自動運転技術のさらなる進捗に力を入れていただきたいと思います。続きまして、地域旅客運送サービス継続事業についてご質問いたします。多様な移動手段を確保した上で、地域のアクセシビリティを確保するために新たなサービス提供事業者等を選定をすると、その際可能な限り同一の乗り合いバス事業者等による同一路線の継続を目指すとしております。それが困難な場合には順次コミュニティバス等の検討を行うとしておりますけれども、例えば一定の合理性があれば、タクシーとスクールバスなど複数の事業者による複数の移動手段を混在させることを許容しているのか、この点を確認しておきたいと思いますが、国交省に答弁を求めます。河原林大臣官房公共交通物流政策審議官。お答え申し上げます。今回の法案におきましては、地域旅客運送サービス継続事業を創設いたしまして、路線バス等の維持が困難と見込まれるに至った段階で、市町村等が関係者と
サービスの継続のあり方を協議して実施方針を策定し、公募により代替する輸送サービスを導入することができる制度を盛り込んでございます。この新たな制度により、地域の実情に応じてコミュニティバス、デマンド交通、タクシー、自家用有償旅客運送等の中から路線バスに代わる最適な旅客運送サービスを選択していただくことができるようになります。その場合、地域や時間などによって委員ご指摘のように一つのサービスだけでなく複数のサービスを組み合わせて提供することもできることとし、地域のニーズに柔軟に対応できるようにすることが適切というふうに考えてございます。このような取り組みはすでに各地で始まってございまして、例えば鳥取県西部地域では路線バスや自家用有償旅客運送がエリアごとに役割を分担しながら運行されております。また愛媛県八幡浜市では自家用有償旅客運送とスクールバスの乗り換え地点を設定いたしまして、両者を連携させて住民の移動手段の確保が図られているところでございます。国土交通省におきましては本制度を適切に運用しまして、地域の実情に応じ必要な場合には複数の旅客運送サービスの組み合わせにより移動手段の確保を進むよう促進を図ってまいります。伊藤君、ありがとうございます。他種の移動手段を混在をさせることは許容しているという答弁でございました。ありがとうございます。またこれ当然こういうことをしなきゃいけない自治体というのはそんなに大きくない自治体が多いといいますか、地方の自治体ですので、じゃあそのいろんな事業スキームをこ う, うまいことを混ぜてですね、地域の足が成り立つようにするって、これ口で言うのは簡単なんですけど、実際にやるのは結構難しいことで、そういう意味ではしっかりノウハウを持った国交省がですね、地方運輸局等と連携をしながらよくサポートをしていただく、このこともぜひお願いをしておきたいと思います。その移動手段の一つとして、かねてから存在しますけれども、自家用有償運送というものがございます。今回この自家用有償運送の中で交通事業者協力型自家用有償運送というのが検討をされております。この自家用有償運送の話になるとですね、現在このコロナウイルスのことで大変厳しい経営状況に追い込まれております、タクシー事業者の皆さんがですね、必ずこの自家用有償運送の話が出てくると、この白タク行為の解禁につながるのではないかと、このことを大変ご心配をいただくわけでございます。ここはぜひ大臣にご答弁をお願いしたいんですけれども、白タク行為の解禁にはつながらないと、その点について、しっかり大臣の方からご表明お願いしたいと思います。赤羽国土交通大臣。はい、伊藤委員よくご承知だと思いますが、そもそも自家用有償旅客運送はですね、道路運送法による登録を受け、また市町村等が運行管理等の措置や、事故の際の賠償を行う、体制を整備しておるということでございます。他方、いわゆる白タク、ライドシェアはですね、自家用車のドライバーのみが運送責任を負う形態を前提としておりまして、国民の安全安心の観点からは認めるわけにはいかないと、これは従来から言っていることでございますし、この法改正においてもその考えは全く変わりません。この本法案におきまして、若干、数点、改正をするわけでございますので、そこに懸念を持たれているかと思いますが、まず観光客を含む来訪者のみであってもですね、輸送対象とすることとしておりますが、この登録の申請にあたりましては、協議会等において協議を行うことが必要な点、これはもう法改正後も全く変更はございません。また観光客を運送する際にも、例えばオンデマンド型の輸送であればですね、当然、当該観光客が事前に窓口に連絡する必要があるなど、無限定な運送は行われないというものでございます。またさらに今お話ございました事業者協力型の自家用有償旅客運送は、交通事業者が持たれているノウハウを活用して、市町村等が交通事業者に運行管理等を委託することで、より安全安心な運行の実施を図ろうとするのが目的でございまして、私どもはむしろ白タク行為やライドシェアを防止するために必要なものであるというふうに考えております。繰り返しになりますが、今回の法改正を契機にということではなくて、これからもですね、国民の安全安心が担保できないライドシェア白タク行為は認めるわけにはいかないという考えが変わりません。以上です。伊藤君、ありがとうございました。言明をしていただきまして、これで安心いただけると思います。この白タクの行為はかねてから再三にわたってですね、議論をされておりまして、最大のポイントは今大臣おっしゃっていただいたように、安全を誰が担保するのかということだと思います。今ご答弁いただいたとおり、今回の自家用有償運送、この交通事業者協力型というのはあくまでも
運行管理、つまり安全の担保を事業者サイドが担う、そのために交通事業者、ノウハウがある事業者などの方にご協力をいただくというものでありまして、いわゆる白タク行為というのは、完全に普通の人が普通の人を運ぶので、安全のリスクをお客様が保険等でリスクをヘッジする、まあ、そういう発想に立つのがいわゆる白タク行為でありまして、そうしたことが今後も絶対に発生しないように、我々もしっかり注視をしていきたいと思います。続きまして、地域公共交通利便増進事業について、これは一つ大きな取り組みかと思います。今回この事業を使いまして、国交大臣による共同経営の認可にあたっては必須条件として、収支が不均衡な状態にある路線が存在すること、まあ、これ以外にも選択でいくつか条件があるんですけれども、この収支が不均衡な状況にある路線が存在すること、このことは必須条件になっていると承知をしております。では具体的に収支が不均衡とはどういう状態を指しているのか、またこの条件を必須としたのはどういう理由からか、これ国交省にお伺いをしておきたいと思います。河原林政策審議官。お答え申し上げます。委員ご指摘のとおり、独占禁止法特例法案におきましては、バス事業者の共同経営が適用除外となるための認可基準の一つといたしまして、共同経営の対象となる区域内に収支が不均衡な状況にある乗り合いバスの路線が損することを定めております。この場合の収支が不均衡と申しますのは、当該区域内の乗り合いバス事業を路線ごとの収支で見た場合、赤字の路線が最低1路線あること。の趣旨でございまして、これを前提に運用を行っていくこととしております。これは今回の独占禁止法特例法案が地方都市などで厳しい経営環境に置かれている乗り合いバス事業につきまして、独占禁止法の制限を特例的に緩和することにより、事業者間の連携により利便性を向上させてサービスを維持していくことを目的としていることを踏まえ、採算性が十分に確保されている黒字路線のみで構成されている大都市部などの乗り合いバス事業については、独占禁止法の特例を認める必要性は乏しいとの判断のもと、このような基準を設けることとしたところでございます。国土交通省といたしましては、この独占禁止法特例法案と本法案の両法案の制度を一体的に運用して、地方都市などにおけるバス交通の利便性向上や運行効率化を促進し、サービスの維持を図ってまいりたいというふうに考えてございます。伊藤君。はい、ありがとうございます。赤字の路線が一つでもあるという、まあ、大事なお話をいただきました。私、一応字面だけ見るとですね、全部赤字でも均衡だったらダメなのかって思ったもんですから、念のため確認で質問させていただきました。最後の質問にさせていただきます。マース事業について、鉄道やバス、タクシー、レンタサイクルなど乗り継いで移動する際、経路検索や予約、料金支払いをスマホでまとめてできる次世代サービスを普及をさせるため、交通事業者が割引料金などを設定する際の手続きを簡略化するとしております。これも非常に大事な取り組みだと思います。すでに福岡市、北九州市ではトヨタと西日本鉄道などが実用化をしているとなど、多くの地域で導入が進んでおります。実験にはフェリーや海上タクシーなどの事業者も参加をしていると承知をしております。利用者の利便性向上、地域の新たなモビリティサービスの創出という観点からも期待が寄せられております。これ、実際にやろうとすると、こういうことが多分難しいんだろうなと思うので質問しますが、複数の事業者間の調整ですね、まあ、その当然それぞれにある程度利益が出ないといけませんし、じゃあ利益をどういうふうに分配するのかとかですね、そういうその調整が多分ポイントになって、なかなか協議が始まらないといいますかね。本当に厳しいところはもう背に腹変えられなくて始まるんですけど、積極的に導入しておこうと思うと、そこが結構大変だなと、こういう印象を持つものですから、その辺のいわゆる複数事業者間の調整に、国交省としてどういう支援を行っていく意向でおるのか、答弁をいただいて、私の質問を終わります。河原林政策審議官。マースの普及を円滑に進めていく上では、委員ご指摘のとおり、関係する事業者間の連携が極めて重要でございまして、公共交通も含め移動を担う複数の事業者間の連携はもとより、移動目的となるサービスを提供する交通以外の業種の事業者との連携も効果的に促進していくことが大きな課題となっております。このため、今回の法案におきましては、マースの事業計画ごとに、事業エリアの地方公共団体、交通事業者及び交通以外の他業種の事業者等が構成する協議会の制度を盛り込んでおります。
この協議会には国土交通大臣が助言することができることとしてございまして、この制度を活用することで、幅広い地域の関係者が協議会の場で適切に連携し、実施事業の詳細などに関する合意形成を円滑に進めることができることになるものと考えてございます。また国土交通におきました、マースに参加する交通事業者が利用者向けのサービス、あるいは路線、ダイヤ、運賃などに関するデータ提供の面でも連携しやすくなるよう、今年度予算におきまして、キャッシュレス化でありますとか、交通情報のデータ化への国表示を盛り込んでいるほか、先月には有識者の助言に基づきまして、マース関連データの連携に関するガイドラインを取りまとめございます。今後、これらを効果的に活用しながら、事業者間の連携をさらに加速させ、全国への普及の実現に取り組んでいくこととしてございます。伊藤君。地域公共交通の活性化に向けて、引き続き国交省の全国的なサポートを心からお願いし、質問を終わります。次に福田明